はい、皆さん、トライアングルです。ちょっと後ろから今炭治郎くんついてきてますけど、今進捗をすべて回復させたんですよ。そしたら、炭治郎くんもついてきたので、まあ仲間ですねということなんですけど、今回なんと皆さん、はい、私が今こちら何をやっておりますでしょうか。そうです、呪術廻戦モッド、シリーズパート5かな、5か4になると思うんですけど、アップデートが来ました。はい、オルカ様が作っていただいて、なんかね、オルカさんが1ヶ月くらい前かなに、なんかそのキャラクター制作は多分してたと思うんですよね。なんかツイッターの方で一応キャラクターの姿見たんですけど、はい、こちら乙骨くんが登場ということで、この子が強いんですよ。まあこちら剣とかもね、一応なんか見た目だけらしいですね、この剣に関しては。で、ここら辺はちょっとまたゲットしたら紹介しようかなと思うんですけど、まずね、このおこつくんに関しては強いんですよ。強いので、多分まずサバイバルで、当たったとしても僕勝てないので、一旦このワールドで戦ってみたいと思います。はい、見せますよ。はい、このように。はい、ああ、戦うの？もう戦っちゃう？戦っちゃうの？来たー！これちょっと待って。これ、多分ね、炭治郎が一方的に戦っちゃうんだよね、これ味方だから。あ、でも戦ってる、戦っ、強っ。今見てもらったら分かると思うんですけど、乙骨くんの後ろに、リカだよね、あの最強の、子がいるんですけど、まぁ、ちょっとあんまりネタバレになるから、ちょっと深くは話さないようにしますね、申し訳ないんですけど。で、とにかく強いんですよ。で、今進捗僕、オルカさんもやってたんですけど、進捗これ全てマックスにしてる状態でちょっと戦ってみようかなと思います。はい、ちょっとご飯だけ用意しようか。ご飯とあと装備だけちょっとしてって感じかな。これでいこう、これでいってみよう。はい、これで勝てるかな。いや、多分ね、オルカさんでさえ勝ってなかったから多分勝てない気がするんだけど、でもそんなことはね、私は勝つ、勝負だ。セイ、さあ来るね。動くな、動いちゃダメ、動いちゃダメよ。潰れろ、潰れろ、潰れ、ああ、痛い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 、やばい、あ、やばい、待って待って、ぶっ飛べ、危ねえ危ねえ、めっちゃ足速い、だ、動くな、潰れろ潰れろ、やばい、 MP が足りない、危ねえ。これもう鬼滅の刃モッドも全てこれ解放した状態でですからね、とてつもなく強い状況で、しかも炭治郎がかなり減らした状態にもかかわらず、今みたいに普通に負けます。なので、とてつもなく強いです。じゃあ今から、まあそれが登場しましたということで、サバイバルいきましょうか。いやー、久しぶりの呪術廻戦モッド楽しんでいきましょう。はい、ということで、じゃあ続きやっていきたいと思うんですけど、前回あれだよね、ダイヤモンドをゲットしてよっしゃーって言って、で、家のとこに一応待って、家にそういえばそう、ダイヤモンド飾ったんだけど、コメント欄で、これ取られますよっていうコメントあった。危ない。これね、村人が取ってくらしいんですよ。危なかった。まあ、とりあえずこれ私の家なんですが、なんか、加圧版やったらなんか村人入れちゃうからっていうことで、まあ、このボタン式でちょっとやっていきたいと思います。で、このね、術式選択の本ってのがなんか追加されたというか、これを選択すると、はい、こちら。まあ、なんだろうな、プレイヤーのタイプを自由に変えれるようになりましたと。今まで、なんだろう、リスポーンしないとというか、まあ、やられてしないと変えれなかったのが、まあ、変えれるようになりましたよって感じですね。はい、こちら、犬巻くんの、武器というか、それをゲットすることができますと。はい。だから、もう今これ、乙骨くんどっかにいるわけだからね。出たら、いや、戦わないよ。しかも、敵対するわけじゃないね。別に、敵ではないので、だから敵対見つけたとしても多分戦うことはないと思うんですけど、ちょっと一回見てみたいよね、どんな感じなのか。そうだね、上限になりたい、上限と戦いたいっていうか勝ちたいので、まあエンチャントももちろんしたい、装備とか整えたいんですけど、日輪とゲットしましょうか。多分陽光山にあると思うので、その陽光山に行ってダイヤモンドのつらはしで掘って、で、鉄ない、鉄がないでごじゃるな。あれ、焼いてなかったっけ、鉄ゲットしてなかった、あ、ミスった、あ、鉄あった、鉄あった、よかったよかったよかった。でも進捗があれか、まだ鬼殺隊なので、
まだあの日輪刀の色すら変えてない状態なので、確かこっちになかったっけ、陽光あれあれとか違う、あれあれそうだよね、あれ陽光山だよね、あの今僕が十字で今記した場所、ちょそっち行ってみよう。よし、自分を信じるんだトライアングル、恐れるな、恐れたら終わりぞ、危ない、よーし帰ってきました。別に帰ってきたとかじゃないけど、とりあえず日輪刀鉱石を、ほっちゃ、あ、これは高純度では、あ、オッケーオッケー、高純度ありがとうございます、よしいいぞ、しかも2個いいね、これで鋼塚さんに日輪刀交換してもらえるわ。まあ、あの日輪刀使わないんだけどねあるね、オッケー、いいよ、いっぱいあるいっぱいある。待って、なんか高純、むしろなんか高純度しかないんだけど、あるにはあるんだけど圧倒的になんか数が少ない、通常の日輪刀の。あ、でも、あ、あったあった、ここにあった、なんか高純度が6個で通常の日輪刀の鉱石1個しかなかったので、あれって思ったけど、よかったよかった、全然あるね、オッケー、ここにあったということで、これでどうだ、できるか、いや全部これ、あと1個あと1個2個ずつ2個ずついるから、まずいな、これ夜になったらちょっと戦いたいんですよ今日は。なるべくちょっと早めに、夜になる前に日輪刀作って進捗上げたいんだが、予想外にちょっと鉱石掘るの時間かかってる。あった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 、オッケー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 、よし、これで多分どれかに出てくるでしょ、オッケー大丈夫だね、これでもうちゃちゃっといきましょう、ちゃちゃっと、はいはい、で、作業台ありがとうございます、サンキュー。そして待て、記念だ、卵生まれろ、生まれた、よし、縁起がいいぞ、これは来ました、今年の運勢大吉でございます。はい、よし、これで日輪刀目標達成、一応まあ色変えましょうと、はい、お、え、あ、マジで、いやいや、マジか、黒か、でも今回のシリーズでは使いません、申し訳ない、ですか？ちょっと待ってください。はい。あの、なんでしょう、今の。なんかね。Z ボタンを押すとなんか出るんだけど、まあ本来は Q ボタンになるのかな、多分僕ちょっと今ボタン変えてるので、え、あ、いたいたいた、ちょ、君はほら、え、当たってる、そうだ、え、うおー、あ、しかも、え、ちょっと待って、連打できるんだけど、あ、あ、でも磁力使ってる、磁力使ってるわさすがにね、さすがに磁力使うか、磁力が柔軟でなんか打てるわ、ちょっとでも Z ボタンだからちょっと押しづらい、そこが難点、ちょっと待って、やばいな、ちょっと待って、潰れろ、まずいまずいまずい、これ待って、ちょっと待って、待って、痛い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 、やばい、磁力がない磁力がない磁力がない、潰れろ、やばいやばいやばい、待って、磁力が、義勇さん助けて、ギュウさん、ギュウさん助けてください、助けて、ギュウさんありがとう、ギュウさんありがとう、ドッ、いけ、撃て、放て、よーし、なんだこれ、え、これ五条さんの技か、あ、鬼いるね、鬼くん私と一緒にランデブー行きましょう、いけ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 、強い、いいぞこれ、これなかなかいいね、技的にすごい好きよ、あ、痛い痛い痛い、とりあえず今日は鬼狩りだ、鬼狩りだ、おら痛い、危ない、待って、パンパンを食べて精神統一、いいぞ、鬼を狩れ、せーい、いや何食らってない、全然食らってなかった、まずい、助けて助けて助けてください、助けてください、やだやだ、危ない、ちょっと待って、あ、やばいやばいやばい、助けて、あ、でも日輪刀使うわけにはいかない、潰れろ、やばいやばい、終わる、終わっちゃうよ、危ない、ちょっと待って、クリーパーさんありがとう、クリーパーさんありがとう、猪之助助けて、
伊之助お願い助けて、やばい、もう帰ろう、これ磁力が、磁力、あっイノシシいるじゃん、よし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 、イノシシくん行くぞ、進め、よし来た、強い強いぞ。